今夜宅飲み始まりました。明けましておめでとうございます。新年一発目はですね、ご覧の通り前からやるやる言ってた焼酎のカップの方ですね、やっていきたいと思います。まず焼酎カップ一発目はこちらです。はい、宝カップですね。これはここにも書いてある通り売り上げナンバーワン、もう本当にいろんな人に飲まれてるっていう、まあ宝焼酎の代表的な商品ですね。居酒屋とかに行ってもね、宝って書いてあるこのねマークの焼酎の瓶とかあると思いますけれども、まあ大体それと同じ作り方をされてるものです。今回ご紹介するこの中でね、焼酎の分類っていうのがあって、香類とおつ類っていうのがね、焼酎は昔からあって、まあ去年酒税法が改正になって若干また値段の方も安くなったりしてますけれども、一応分類だけねちゃんとお伝えしておきたいなということで、香類とおつ類ということで、焼酎は香類焼酎とおつ類焼酎とに大別できますが、この分類は日本の法律である酒税法によるものです。はじめに両者の定義を説明しておくと、香類焼酎とは連続蒸留によって作られたアルコール度数 36% 未満の焼酎、これですね。連続蒸留、何回も何回もこう蒸留するわけですね。まあいろんな、まあこれだったら糖蜜、まあサトウキビとかトウモロコシとか、まあいろいろ入ってますという形で蒸留していい感じにしたものがこれです。まあスピリッツのね、純粋なスピリッツっていうよりも割とこう人間の知恵の力でいろいろやってきましたよっていうね感じのねものでございますね。で逆におつ類焼酎とは、まあ代表的なのこれいきましょうか。芋焼酎ね、黒霧島、皆さんもご存知かと思いますが、こちらは単式蒸留ね、一回だけ蒸留するやつによって作られたアルコール度数 45% 以下の焼酎ということで、これはもう芋焼酎なんで、さつまいもと米麹しか入ってないね、原料と麹っていう形になってますね。というのがおつ類ね。でこちらコールっていうね形になってます。昔はねこの連続式っていうのはものすごいこう、まあすごいレベルが高いと呼ばれてました。でもおつ、こうおつって、おつの方はやっぱダメじゃないですか。おつ類焼酎っていうのは1回しか蒸留しないから芋と麹で、割とね、まあ、簡単って言い方おかしいけど、設備投資がそんなかかんなかったんでしょうね。そういった形で割とまあ下げ済まれてたっていうところあって、これ日本酒でも同じことが言われてて、まあ日本のねそういった風習でございますけれども、法律もね変わって新しい時代になりまして、だんだんね美味しいものっていうのはね、原料も含めて入るようになって、今はもう本当に幸せな時代だなというふうに思うんですけれども、まあとりあえずナンバーワンのね宝焼酎ね、こちら飲んでみたいと思いますね。流して、途中で私もね酔っ払っちゃうと思うんで、お湯割りにねしていきたいと思います。焼酎を30ミリまず入れて平等にね、お湯の方を60ミリと、まあワンショットですよね、バーでいうワンショット。お湯の方をね60ミリ、本当は私お湯先に入れる方が好きなんですけど、今回はこういう感じにしておきましょうという形で、こうお湯割りにして、じゃあまあこれできたところで原材料ね一回ちょっとね確認していきたいと思います。アルコール分が 20% で、原材料がサトウキビ、糖蜜とトウモロコシ、大麦と、この3つでねできてますね。宝さんといえばね、もう連続蒸留のね本当にすごい会社なので、まあ非常に一般的な感じになってると思いますが、ああちょっと香りをね、やっぱりそんなに何の香りっていうのもないんですよね。割と純粋のスピリッツみたいな感じのね、匂いになってます。じゃあちょっといただいてみます。お湯割りをね香類でやるっていうのは間違ってるね。香りも楽しめないし、普通にアルコールをそのままお湯で割っちゃってますよっていう感じになってまして、これやっぱなんかねレモン入れるとか、香類お湯で割らないで普通はレモンサワーとかそういったものでライムサワーとかそういう形で割って飲むっていうのが多分正しい飲み方なんだと思いますけれどもね、味もほぼしないみたいなね状態でお酒だねっていう
ね、微妙にお酒だねっていう感じで、香り付けとか、まあ、いわゆる邪魔しないんですよね。微妙なウォッカみたいに、やっぱり邪魔しないから、いろんなものに、こう、と混ぜられるっていうかね、カクテルにできるっていうところでは、やっぱりこの宝さんのっていうのは、宝さんね、それだけじゃなくて、ちゃんと美味しいものも作れるっていう技術があって、で、やっぱり、居酒屋さんとかではいっぱい割って飲んだりすることが多いので、やっぱこういうのがね、できてて、で、まあ、その味っていうのもあるんでしょうけれども、これにいろんなジュース入れたりして、多分割って飲んでるんだとね、皆さん思いますんで。まあ、純粋にね、アルコールだけっていうのも、こういう形でね、楽しめる方は楽しんでいければな、というふうに思いますね。今回はですね、宝カップ、宝焼酎、宝カップ、ご紹介してまいりました。こちら、一番安かったんじゃないかな、190円台ぐらいでございますね。コンビニエンスストアでもスーパーでも売っております。ぜひ一度ねちょっとねご賞味いただいて、20度、弱い方をね、25度もありますけど、20度の方でも、まあ、ぜひ一度ご賞味いただいて、いただければなというふうに思います。はい、次回はですね、博多の花麦カップって書いてありますね。こちらねご紹介してまいります。